こんにちはこんばんは、三浦です。ということで、よろしくお願いします。今日も晴れ切ってラグビーの話をしてまいりましょう。対抗戦、関東大学対抗戦、ラグビー、熱くなってきたぞと。で、天王山、多分これから天王山って何回も言うと思いますが、まあまあ。 今回の天皇山はあるでしょうということで、えー、と多くの僕の周りも多くの方がです、ね、応援に行きます。明治 VS つくば、帝京 VS 早稲田ということで、先ほどメンバー発表されたので、あのー、試合前にああでもない、こうでもないといろいろ話ができればなと思います。いや、緊張しますね。<laughs> だから本当楽しみですね。と、えー、いうところです。えー、で、えーと、まずは、 今年は例年以上に、あのやっぱ青学がつくばを破ったことによって、4位以下が混沌としてるんですが、えっと、やっぱトップ3はちょっと抜けるような感じなんですよね。ただねこれ勝ち点見てみるとと早稲田と つくばって、あ,あ、そっか、1試合少ねえのか、早稲田。ああ、なんですけど、まあ一応勝ち点1なんですよね。まあただ、もう多分皆さんお分かりの通り、雑貫、提供明治、早稲田が抜けてるよね、といったところ、4位がどこになるのかというところで、まあ今日はそこはメインじゃないんですけれども、まあ今のところつくばが、 えっと17で、慶応がこの前、青学に勝って8で,でも7位ですね、で立教大が、えー、日体大に勝って、でも他もいい試合してるというところですね、あれか、これ、筑波大の時にボーナスポイント手に入れたのか、29対23で、うんで、えー、青学と筑波に勝つもののということでしたね、慶応に勝ちたかっただろうなって感じですよね。で日体大は、まあ、ここ戻ってきたと ああいうところで、この上4つがガチガチに当たるわけなんで、それは暑いに決まってると、それをなんとあの1日で見れるという、しかも今週はですね、リーグ戦もちょっとお休みの、さっき関西リーグ見たら4日でしたね、うん、そっか、3連休の最後の日か、ずらしてくれてありがとうという形でございます。 えとメンバー発表、11時半からと14時からということで、で僕はあのあの現地には行かないんですけど、千々宮、見てみた、やりたいなあ、見てみたシーズン、やっぱこの前もね、一緒に見て、やっぱ楽しかったですからね、今回もやりたいんですが、まあ、ちょっとまだ見てということなんですが、先に着く場明治、で、えー、とその後、えー、と、提供早稲田と。 いやこれはですね相当楽しいんじゃないでしょうか、それは秩父宮でしょうということで、でじゃあそれぞれメンバー見ていきましょう、えー、っとまずつくばの方に関しては、やっぱ浜原君がここに来て、僕、注目選手を挙げるとしたら浜浦君かな、はるひの2番ということですね、でえー、っと茨城海斗君、兄弟かな、きょうで出ると。 ということで,す、ね、で、すね白丸くんと磯部くんがずっとロックやってて、んで、あ中森くんがもうナンバートということで、まあ、1年3人ですね。まあ、でも、浜浦くんとか中森くんとかもう1年じゃないからね、なんかね。で、あのー、やっぱ、屈指の大学の。 超大学級のスクラムハーフの高橋君と奈良本君と,で、えーとあ、なるほど、えーと、浅見君のセンターじゃないということですね、えーと、大畑選手君と飯岡君がウイング、で堀君と浜島君がセンター、フルバック、松山佑というところで、まあ、バックスはもうバッチリですね。 まだからフォワードですよね。で、あとバックスのディフェンス、なんか筑波ファンが言うにはバックスのディフェンスとも言ってますよね。で、えっ、ー、と、あ、ニガラ選手がリザーブなの、ニガラ選手ですよね。うーん、うん、うん、でもやっぱね、それに代わって湯浅くんが出てるってことはやっぱね、スクラムとか対策なのかな。あで、キャプテンが今回、長くんキャプテンはリザーブからとあいうことですね。えー、で、明治。 もう満を持してって感じだよな。ってか、もうばっちりだよな。福田君戻ってきましたね、えー。で、スクラムハーフは、えー、っと、柴田君で、あ、ごめんなさい、フォワードでは、まあ、いつも遠いな感じで、もう安定のメンバーで、最上君がいて。えーっと、そうですね。うん、うん、うん、うん。で、バックスは伊藤龍之介君ですね。うん。僕もそれが、あの、一番、 勝手で、すすがしっくりきてますね、えー、で平君戻ってきましたね。平君と秋山君で白井瑛と君がもう絶好調、トライをまっしぐらとあいうことと、金君も今年は絶好調と。いやもうバチバチですね。あガチガチですねあ。で、僕は筑波大の注目選手 は、やっぱ、浜原君、ちょっと上げたいなあ、もうどこまでフレッシュなやあ力であの爆発してくれるかっていうところと、明治に関しては、なんか、シェフジに戻ってきた福田君とかかな、ああいや、でもやっぱり、伊藤龍之介君を上げたくなっちゃうよね、うーん、あーそんな感じですが、これね、だから、つくばが、まあね、春先とかから、もう今年はスクラムが弱いとは言わせない。 とかあっていう目標で掲げてるんですけどやっぱそこは劣勢になるんじゃないかなって気がするのでただやっぱそのバックスのやっぱあの青学戦の時にずっと青学が押してたんだけどたった1回の青学のキックミスで一発でカウンター取ったあのバックス力って半端じゃないのでだからちょっとでもあのそういうチャンスがあったら 取りきれる力はあの筑波あると思うんですけど、果たしてそのチャンスがどのくらいあるかっていうところですよね。あうんで,で、しかももう明治って、やっぱリザーブ陣もすごいんで、うんただやっぱり青学じゃねえやあの、筑波としては、やっぱ青学に負けたことに関する相当気を引き締めてると思うんで、うんだと思いますが、果たして。 あ明治のなんか、あのー、緩い時間帯があなければ、なんか明治の干渉のような気はするんですが、ね、時々、明治、緩い時間ができたりするときもあるので、そこをなんか筑波がつっつけばなと、面白くなると思いますが、まあでもね、やっぱ筑波の強いんであ、楽しみにしましょうということですね、えー。で、因縁ですよ、だって菅平勝っちゃったもん、早稲田ということなんですが、ただもう提供がもう、 あの青木君が目覚めたとかいう動画を結構前に上げたんですけど、あれ、何戦からでしたっけ、立教戦からでしたっけ、やっぱ最初、あのリークンスくんが戻ってきて、やっぱワンステージ、なんかツーステージぐらい強くなって、また完成形に近づいてるんで、提、ま、供、あ、相当、まあ、夏合宿の時とは全然違うかな、でそんなの合わせたもの、100も承知だと思うんで、まあ、どうなるかってことなんですけど、平井君。 トーマくん、えー、森山翼くん、倉森くん、本橋くん、えー、青木慶トキャプテン、具合に言うと、で、大佐ダウナカマカマ、で、リーク、で、本橋くんか、なんかスタンドオフが、大橋くんだって、なんか固まってないっすよね。二人とも優秀なんだけど、なんか固めたほうがいいんじゃないかなって気はするんですけど、なんか本橋くん、怪がだったのかなどっちなんだろうね。 相馬さんどっちで考えてるのかなあ、えー、でウィング、ウィングが <laughs> いいんですよね。生田君とか絶好じゃ来年もいるんじゃん。あで、えーと、森君、生田君で、センターが喜野君と上田、大和君ということで、まあ。で、青木、あ青柳淳之介選手こ。これは間違いじゃないよね。<laughs> 今回は弟さんですよね。あで、えっ、ー、と、リザーブもごついなと。 ああいうところですが、えー、あでもなんかフォワードのリザーブがあんま僕があの名前あんま分かんない感じか、うん、あで、えー、まあそうですね、注目選手といえば、まあでも青木君と、やっぱもたし君だね、ここは。うん、どうやるかって。 スタンドオフ対決かな、服部君、本し君。ああ、やばいね、これ、楽しいね。うん、で、えー、早稲田が杉本君、佐藤健二、おかえりとあいうことですね。で、亀樹ちゃんと亀山翔太郎選手、西浦君、栗田君、白君、白君。で、あの鈴木選手の評価高いですよね。 田中くがが小柄ながら激しいタックルしまくるとで、スクラムハーフは、細谷君なんですが、なんといってもたな、嬉しいですよね、リザーブとはいえ、宮尾んがリザーブに戻ってきたっていうことは、ちょっと早稲田としてはそ、ちょっといい材料だと思いますけどね、やっぱ宮尾んスペシャルですからねうんいや、もちろん細谷君ももちろんいいんですけど、でも、服部君はもう1年からこの貫禄、存在感、やば。 どんなスタンドオフになるんだっていう、もう日本代表とかも見据えてるぞ、これみたいな。で、矢崎君は当然いて、うわ、やばいね、これ、えー。で、ウィング池本君と田中健三君でしたっけあの、党員支援ですよね。党員の一年、どんだけあっちこっち暴れてんだっていう。で、今年何かとあの評価が高い早稲田の両センターというところで、いや、満を持してここを合わせてきたんじゃないでしょうか。で、リザーブも、うん、うん、うん。 いやー注目選手はやっぱ佐藤健二とかや矢崎君とか上げてもなんか面白くないんだよな。うーん、服部君、何だか面白くなくなってきたなもう普通。<laughs> えーっと、なんか福島周く君とかのセンターとかで突破とかだと、なんか早稲田ちょっと面白いんじゃないかな。うーん <laughs> あで、野中君と服部君のダブルスタンドオフ的な感じの中、やっぱ縦の福島君、かなり重要なような気がするけどねあ。さてさて、どんな感じになるんでしょうか、めちゃめちゃ楽しみですね。あえっと、で、まあ、本当、早稲田、そんなことないと思うんですけど、俺たちは夏勝ったなんて思ってたら、まあ、絶対やられちゃうんで、まあ、絶対ないと思うんですけど。 あでもう提供の花行きの朝は半端じゃないと思うんで、えー、とここはですね、えー、と僕らはあもう楽しみ、やっぱ見てみたシーズン相手な、あな、まああまな。ちょっと考えますが、えー、もう本当、天王山ですね、ここで結構順位決まってくる、決まるまではいかないけど、結構ここでうなんか、ね、先が見えてくるような気がするので、この一日は見逃せないですね、11月の3日、ぜひ。 えっと、現地に行かれる方あの、楽しんでくださいっていうのと、えっ、ー、と、J スポーツ入ってる方もこれ絶対、絶対見ましょうっていう話でございます。えっ、ー、と、今日もお付き合いいただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。では。